誰かの一存で世界を動かすことなど許されない。ムーから話したいことが二つ、聞きたいことが一つあるぞ、コブラ。あんたは誰だ？イムという名を知ってる。偶然とは思うが、最初の20人に詮索するな。ディートはかつて我々が敵対した者たちの名だ。近年各地に湧き出てきた D は、己の名の意味も知らぬ抜け殻ども。しかしそれも800年前のリリー女王の大失態に起因しているのだ。失態？空白の100年を嗅ぎ回る学者どももしかり、宝目当てにポーネグリフを求める海賊たちもしかり、あの日のリリーのミスがなければ、ポーネグリフなる忌々しき異物が世界中に散らばることはなかったのだ。その答えがアラバスタに届いたリリーの手紙にあるはず。ヌシア、さっきからネフェルタリ家のリリー女王としか言わないのはなぜだ？女王の残した手紙の送り主の名を言え。なんだこの状況、明らかに異常だろ。こう書いてあった。ネフェルタリ、D ・リリー。